大田区議会議員小山慶吾です。ですね、まあアンチが家のところとかに来てるんですね。名前はその言わないですけど、2人ぐらい来てるんですね。自分家の家の防災公園の前のポスターとか貼ったりね、ポスターのところをこう撮りながら、なんか自分の姿を映さないで言ってるやつと、家まで来たやつとかね、他にもいるんですけど、その最近とか殺傷事件みたいな10人ぐらいで起こしたとか、その家に来たやつが関係してたりとか、ね、でその殺傷事件の中でも自分と同い年の、ね、千葉のやつがなんか「小山来いよ」とか挑発したりとか、結構もう本当に何十人もじゃないですか。でそこで刺されて俺になんかどうのこうのとか言って電話してきたりとか。なんで俺のせいにするんだよっていうね、殺傷事件も自分のせいにされちゃってるし、なんかもう意味が分かんないから、そういうのほんとね、そういうこともあって、ポスター貼りはやらないでくれと、お嬢場とかね、で凱旋活動とか辻挨拶みたいな、駅で挨拶したり街中で挨拶するのをマイク使ったりとかして挨拶するのもやめてくれというふうに言われて、どうしようかと思ってたところで、じゃあ伊勢神宮行きましょうということでお誘いいただいたので、今回ね、選挙活動の一環としてこちら伊勢神宮に神頼みしに来たということで、それすれば分かってもらえるんじゃないかというところなんですね。いろんな意味でね、分かってもらえるということで、なのでちょっと明日朝から伊勢神宮の方に祈祷しに行って一番で行きますので、もう8時には着いてないとダメなんですね。8時前に7時半ぐらいに着くようにしますので、またその時に配信できたらって言ったら、できるところは配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。明日ですね、明日明後日ぐらいでお土産の方もやりますから、明日はちょっと分かんないんですけど、まだ帰る前にはやりますから、皆さんもしあればご参加いただければというところで。野口さん、ありがとうございます。それでは皆さん、おやすみなさい。失礼します。